ここまで上がってきましたね。もうこのゴッドファーボス対 KO ファミリーってすごいですね、この対戦は。どちらのチームも先方このオーダーっていうのは今まであったんですかね。珍しい気がしますが。そうですね、そうですね。ピエロは多分初めて出てくるんじゃないですか、はい、先方としては。投げていく、もう一回、そしてマシリで追い打ち、大キック。もうあっという間にピヨってしまいますからね、カラッチ様には不要に食らうわけにはいきません。厳密心ピエロ、さあ剣で脱出する、垂直ジャンプ、大キック、ジューパン、そして早手イエスのベルキュー、一発のみヒット、ジューパンかぶせていく、投げて、ルグル、一つ一つ丁寧にダメージを刻んでいく厳密シンピエロ、さあそして画面端です。1ラウンド目と同じような展開でダメージを奪われていくミモラのこと、リープ、イエスのルグレ、ロッキング、イエス、画面端、さあどうなる、おっと、おベルティノ残光 EX、 ちょっと飲まれましたかね、2本連取ですね。いや ペースをつかみ続けましたね、気がつけば体力差が開いていたというここで地方に出てきました。やっぱり厳密画面端って強いですからね。さあ、はい、ここでもボスユンですね。もう半分ぐらいはこれ人読みも来ますからね。ボスはピエロに強いですから、はい、どうなるか被ってきましたね。もう完全に止めに来ましたね、はい、ほとんど迷わなかったですからこのオーダー。そうですね、はい、さあ、先方ピエロ対、地方のボスユン、すごい読み合いだよ。すごいですねこれ。ゲージラスト、押さえつける、レミーの動きを押さえつける、そんな戦い方。ボスユンめくり来撃中。いやもう小細工なしの押し合いですよ。そうですね、出る手が見えている、走り、あーこれは痛い、おっとパーソナッツの中大大イエスの絶唱中止めます。さあそしてゲージ発動、イエスのルグレ、いやーこれはきつい、いやここはがっちっかり止めますね。一進一退とはこのこと。さあここで作戦会議ですね、ユンノポル KO ファミリー、完成度は高いオスユンに対して、これ後ろにタイタニー力丸っていうとボスが結構好き勝手やってきますよこれ。はい、いやもうボスさん一人で終わらせるぐらいのつもりで。そうですね、黒人来ました、来ますかここで、黒人来ました、ユンに対して黒人来ましたね。さあ黒人一気にコメ数稼いでくれますね。さあ楽しみな対戦、ボスユン対黒人ダットリー、地方同士の対戦になります。ショーパンターゲットが絶唱、投げていく、あダートとイエスに直角相打ち、大キック、ダッキングで詰む、うまいですね、ロッキングから大キック、イエスの足もボブロー、そしてゲージコーク打ち返したが、ガードしている、ターゲット空対空ブロッキング、うん、マシンガン、打ち返す、コーク打ちますか、あそこで
いいコークでした。浮いた瞬間回しましたね、あれ。そうですね。フライク、フライキック、高い右手に当たっていますね。 ES もテスト、 ES ジェットガッチリガード、インタッシュキックから全勝で追い打ち、下ブロッキングから大キック、 ES マシンガンブロー、ダッキングアッパーで追い打ち、ショースイングロー、さあそしてリープ、見えている、これ一回切りましたね、あえて。ターゲット、うわー、ES ジェットピザジェッパー来ましたね。コークといい、 ES ジェットといい、うわもう画面埋まりましたよコメントで。いやいいジェットでした。はい、シータここで、そしてハイタニです。うわ豪華ですね。いや信じられないですね。黒人対ハイタニ、ハイタニは中堅になります。ハイパンチ、さあお互いノーガードで殴り合うという、そんな感じの開幕になっています。入ったらマシンガンブローです。 ES にはならなかった。ブロッキング、ダメ足、奥攻めは正中線、思い切って出していったハイタニ、あっとこれ入らない。黒人ロケッパーに変わってますね。そうですね、ロケットアッパーダメージ重視で、はい、ダメリアっぽいですね。ワンチャンスのダメージを最大限奪うと、そんな意思表示に見えます。イエスセット、投げるのはハイタニ、大キック、垂直ジャンプかグラップです。ちょっと苦しいか、簡単が見えます。大パンチ、キャップ、完封、対空完璧ですね。そうですね、黒人の攻めを完封しました。ハイタニ誠、ハイタニは確実に止めないと怖いですね。これはこの3名誰出してきますかね。中堅戦です。でもやっぱトクラはリッキマルとかに当てたいんじゃないですかね。やっぱヤンなんで、誠に当てる夜から準備に当てた方が、ということはヤックンですね。ヤックンも今日はバンバン前に出てきますね。出てきました。さあ、中堅戦になります。ね、両者中堅です。ヤックンユン対ハイタニ誠、ブロッキング取って向こう側回っていますが、ショーパンターゲット2乗客、前進詰めて前方転身、きっちりダメージを刻んでいく、垂直ジャンプからグラップ、イエス颯、下ブロッキング、さあ相手にはブロッキングしている、バックアシスカして原神発動、あーっと決まりました。いやーギリギリのところを唐草で掴みましたね。いやーわかんないですね、まだまだ。いきなり下大パンです。ショーパンターゲットに昇格、おっとブロッキングか唐草、ダイパン早手、早手連発、イエスの下ろし、これはさあ画面端詰めて原神に発動ですが、押します、ヤックンロッキング、取って、そしてうわー、そこで目押しミスらないですね。もうミスらないですね、ハイタニ誠。来月プレッシャーの半端ですねこれ。すごいです。さあ、副賞でトクラヤン出てきました。ということは出演の先ほど、抜きとの死闘を繰り広げたオチビが大将ですね。もうオチビに任せる感じ。そうですね、もう何が何でもトクラはここでハイタニを止める、そういう意思の見えるオーダーです。前方転身、金太シューキック、ES のトロザン、前方転身、解放2回、大激トクラやる気満々ですね。
そうですね。カラクサ掴んでいく。ハイタニフライパン入れされて吹き上げを見せていった。インターシックク画面当て、ビャッコもう一回。カラクサ寄ってしまった。全然わかんないですよ。そうですね、まだタイです。副将トクラ中堅ハイタニ、イエスオロシ中央し、詳しくはイエス。トローザン、トローザンリレーをかけながら3セット出し切っていった。トクラヤン落ち着かしている。大パンチ、イエスのトローザン前方転身。いやこれはどうなる。グラップ、うわー、トクラやりましたね。トクラが止めましたね。止めましたね。前方転身からのコンボミスんなかったですね。成長しました。さあもう富永出ましたね。富永出ました。2対2になりました、はい、これで戦況五分じゃないですか。もうそうですね、副将富永です。さあ徳良難敵ハイタニを下して誠2戦目に向かいます。イエスオロシ今度は立っている。扇風客トローザン垂直ジャンプをうまく使って唐草を透かしています。次さあお互い体力はもうワンチャンス分ですが、おっと一瞬2年前のトクラみたいでしたけどね、ミスですね。さあ投げていく富永は一発で全てを持っていく。その技を持っていますがピオル寸前、向こう側ピオった。うわー、センキュー。トクラが流れを持ってきましたよ。さあこれただもうこういう状況下の力丸くんは強いですよね。いやー待ってましたと、まあ、もう逆にトクラもこういう舞台で倒したいって言ってたんで、はい、これは超注目ですね。いやークーペの舞台で実現しました。トクラヤン対力丸チュンリー。さあこれトクラファミリーになりますよ。これそうですね、力丸はずっと待ってましたからね、こう強者の挑戦を。そうですね、KO に勝ってるチュンリーに勝ちたいって言ってましたからね。さあそして KO ファミリーはねまだ落ち秒残してますからね。いやトクラもここまで来るまで並々ならぬ思いがあったでしょう。さあ始まります。副将トクラヤン大将力丸チュンリー。ハイパンチ、ハイ足、トローザン大パンチ中足から強欲戦、逃がしません。ファイターズレディエンゲージ、パンチ投げていく。さあもう抑制が溜まっている。うわー流れとか関係ないですね。力丸チュンリーにはねじ伏せましたね完全に。さあ力丸対オチビ、これはかなりいい勝負になるんですね。これ面白いと思う。これはいい舞台ですよ。これ、はい、先ほどキングギドラの首一本折ってますからね。折ってます折ってます、はい、お互いにとって相手に不足なしでしょう。対象決戦になります。
準々決勝ですよね。準決勝です、準決勝、あ、準決勝、これは準決勝ですね。攻撃のチームメイトでしたからね、この2人は。そうですね、もうだいぶやり慣れてるはずですからね。手癖もだいぶバレてるんでしょうし、もう人間攻略というそんな感じになってるかと思いますが、さあ、おちびのユン対力丸チュンリー。対照戦です。始まります。さあ、開幕は静かな立ち上がりか。グラップ破壊を見せるオチビユン。鉄さんからいきなりん以上持っていった。お返し、このお釣りはでかい。大劇中落としていった。芸人何もできない。あれ取りますか。見てます、取りますね。チュアシ開いていく、開いていく、両装脚イエス、二装脚。これは投げていった。大パンチ、うわー、ジャンプ中継の後に何か刻んで鉄山だったんでしょうね。ジャンプ中キックで止めてからの鉄山攻だったんですけど、力丸くん中足で割り込んでましたね。まあそこまで来ると何を狙ってたかという以前にそういう感じじゃなかったですからね。さあ決勝一つ目は